おはようございます。僕の夏休み3、今日もやっていきます。音量の調整をしたのでちょっと聞こえやすくなってるかなとは思う。どうだろう。あー、てかおじちゃんラジオ体操の前からすでに働いてたってことはよっぽど早起きだよね。牧草集めしてたらラジオ体操の音楽流れて焦ってきたってことだからな。もしかして4年前も同じこと言ってたかな。なんかコメントでトモさん4年前と同じこと言ってるって結構書かれるんだけど、同じ人が実況してるからしょうがないよね。ではいただきまーす。いただきまーす。どうだろう、声のバランス良くなったかな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うちのツバメのひなたちみんな無事に帰ったみたいだよ。おー、よかった。今年は5羽。にぎやかそうね。ゴアか。うちのツバメって何？牛舎の裏の方にツバメが住んでんだわ。だわ。牛舎の中もピュンピュン飛んでるさ。でも去年の子はみんな巣から落ちてヘビに食べられちまった。そうなんだ。そうだ、ツバメをヒナから、ツバメのヒナをヘビから守りますかってあったな。僕ヘビなんてへっちゃらだから、ツバメのヒナを一生懸命守ることにするよ。パフパフ。そういえばこんなこともあったなと4年前を振り返りつつやる2週目の実況もまた面白いですね。僕くん、あと僕夏の小ネタっていうのがコメントで書かれてて、コントローラーを左右に振ると僕くんが僕くんが動くんだよね。ほら、ふいふいふい、前後には動かない、横にほれ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 みたいな風に動くっていうのもあるみたいですね。さあやっていこう。あとはコメントをね、毎回毎回コメントたくさんみんな書いてくれてありがとうございます。蝶と蛾の違いについてみんないっぱいコメントしてくれた。なんかそんなに蝶と蛾の違いは2本ぐらいしかはっきりとさせているところがないみたいですね。そうなんだね。止まってる時に羽を広げてるのが蛾とかって書かれてたな。おじちゃん、この機械は何？ああ、これはネワラや糞を運んで一箇所に集めてくれる機械なんだ。へえ。冬は凍って使えないこともあるけど、それ以外の季節はすごく便利だよ。出したネワラや糞は外で発酵させて肥料にして牛が食べるデントコーンの畑に入れるんだ。へえ、なんどうやって一箇所に集めるんだろう。なんか工業モッドみたい。下に敷いてあるネワラは小麦の殻だよ。いらなくなった小麦の茎のところなんだ。そうなんだ、小麦の茎のところか。オールブランってさ、最近よく食べるんだけど、小麦の種のところ、種っていうか実のところを全部使うからオールブランって。今日はここでお仕事手伝ってるの？そうよ、親の仕事を手伝うなんて偉いね。あんたは手伝わないの？うん、うちはお父さんがサラリーマンだから。あ、そういうことね。家業があるってことね、みどりちゃん。じゃあ雪かきも手伝わないの？雪かきって何？こいつ話にならんみたいな感じ。僕くん、うちの牧場の牛さんたちの名前教えてあげよっか。うん、はい、教えて教えて。リボンとアントワネットとフランソワ。笑い顔がとっても可愛いのよ。牛が笑うの？本当だ。そうなんだわ。ちょっと笑顔。牛は水を飲んだり変わった食べ物を食べたりするとニカーッと笑うことがあるんだよ。うん、僕くんと一緒だね。ニコって笑うもんね。おばちゃんは緑色が好きなのかな。僕くん、今日の晩ご飯は何でしょう？晩ご飯。ヒント。はい。僕くんもよく知ってるお料理をこっちではこう呼びます。スペシャルおでん、ザンギ、イカの刺身。全部あれだな。これはわかるな。この左右の2つは一般的な呼び方。ザンギがわかんない。じゃあ当たるか外れるかわかんないけど。ザンギってなんだっけ？楽しみにして待っててね。はい、おばちゃん。メガネも緑色だ。あ。だから緑ちゃんっていう名前にしたの？緑色が好きだから緑ちゃんっていう名前にしたのかな？おばちゃん。君のような勘のいいガキは嫌いだよって言われそう。今気づいちゃった。そういうことか。じゃあいつも通り、イカ飯に牛乳あげまーす。カット。お前なかなか可愛いな。でも僕の方が可愛いんだからな。飛ばしちゃったメッセージ。はい、 1000cc ニコッと OK。 さて遊びに行こうと、まずはあ、そうだそうだそう、ツバメの巣どうなってるかな。
おお、ヒナ生まれてる生まれてる、ほんとだ、すごい、ほんとだ、5羽生まれてる。もうツバメのヒナって生まれたばっかりからツバメの親と同じような体毛の色してるんだね。へえ、ツバメが生まれました。東京ヤクルトスワローズを思い出すな。さてと、卵を見つけようっと。卵あるかな。鶏出してあげよう。ガチャ出してあげるけどしまわないっていう。鶏ないな。砂糖水はまだ持ってないからと。何かいるかな。まあここの木はなんだこりゃ、のこしかいないよね。あー、52ミリでっかいな。ちょっと期待できる。そしてこれ、これ水やりだね。これコメントで今年は野菜食べないでくださいねって結構書かれてた。そうだ、前回実況した時野菜食べちゃってたんだっけ。どうすると野菜食べちゃうんだっけ。変にチェックしない方がいいのかな。なんか思い出せないけど。さてこっちから回っていこうか。もう4年前だとさ、結構忘れてることが多いですね。もう4年も経つのってコメントがいっぱい来てたな。さてお姉さんに会いに行こうっと。もういるはずだからこっちから会いに行ってみるか。よいしょ。お、裏口から入っちゃうの巻。こういうゴミの中にあるかな。はい、あった。10個目来た。ジェットサイダー氏マレーシア2か。オッケー。こっち、階段があります、注意。こっち行こう。お、あー、暑いんだよね。あ、怒られるんだっけここ来ると。こんにちは。なんだ君か。怒られない。ねえ、お土産をもらったけどどっか旅行でも行ってきたの。まあね、1週間ほど窯の火を落としていろいろ回ってきたんだわ。火を落とす？そう、窯は温度を上げるのに時間がかかっから、普段はつけっぱなしにしとくもんだけど。うんうん、半年から1年ごとに中のるつぼを交換しなくちゃいけないから、そん時だけ火を消すのさ。なるほど。ガラス職人が長い休みを取ったりどこかに行ったりするのはだいたいそん時なんだわ。あ、そうなんだ。へえ、この時代だとそうなのかな。今はもういろんな便利なのができてるのかな。かまどは変わらないのかな。その辺にたくさん落ちてる丸いのが使用済みの古いるつぼさ。へえ。釜の中の溶けたガラスが入ってる器のことをるつぼって言うんだわ。そうなんだ。今はもっと便利なのがあるのかな。ここが、わあ、すごい綺麗だね。すごい、初見のリアクションばっかりしてるけど、俺これ一回見たことあるんだよな、やったことあるんだよな、なんか完全に忘れてるな。ガラスのリスが置いてある。こんなの作っちゃうんだね、ガラスで。丸いバーナーやガラスの棒が所狭しと置いてある。ここで体験コーナーみたいにやってお金にしたりしてるのかなさてと、ここがリスだよね。あれ、特にチェックも何もないのか。あ、来た来た。うん、まあ周りになんか落ちてるっていう感じ。もう1975年だから今から43年前。今僕くんは53歳か。今の僕くんは、はあ、何かいるかな。なんだ、何もいない。でもここ結構遠いから。あー、メスの子か。なんだこりゃ。メスのノコギリクワガタ。うーん、諦めるかな。まあ一応50ミリ超えのノコ手に入ったっちゃ入ったけどな。さてと、じゃあみんなのところ行こうかな。入虫マーク出なくなっちゃったな。砂糖水が8月の5日から作れるみたいな情報があるので、多分明日から砂糖水が作れるみたいですね。あ、ツイッターの方でね、前にみんな夏っぽいところ行ったら写真送ってねって言ったらね、早速送ってくれた人がいて羨ましかった。やっぱ海行きたいな。何か聞きたいことあっかい。あ、特に会話ないんだ。キックラ戦記って何。あ、キックラ戦記って何。キックラ戦記、これまた随分変な質問だべさ。ぎっくり腰のことさ。なるへそ。まだ何か聞きたいことあっかい。やっぱぎっくり腰のことなんだ。なんか五感でぎっくり腰かなっていうのはわかるけど。虫の大きさ、まあ同じ種類の虫なら普
通は大きい虫の方が強いさ。まだ何か聞きたいことあるかい？それだけか、なんかあるのかなと。まあ大体そうでしょうねっていう感じ。虫は何度も戦うと強くなるべさ。ほう。できるだけ勝たせた方が成長が早いから、まず虫ランクの弱いでたくさん勝たせて、そっから強いの試合で実戦を学ばせんのさ。なるほどね。まだ何か聞きたいことあっかい？まあなんか3が一番成長スピードが速くて楽しい感じはするかな。4は疲労が入っちゃうからちょっとややこしくなるんだよね。前そもそもなんでこっちに来たんだ？僕、弟か妹が生まれるんだ。け、俺なんか姉貴がいるんだぜ。だからしかも2人さ。またその話？会話は一緒かこれもしかして。なあ僕ちゃん、何か俺様に聞きたいことあるか？聞きたいことないね、もう。じゃ、また用があったら話しかけてくれよ。はいよ。早く強い虫手に入れたいな。全然勝てないんだよね、みちちゃん。こんにちは、こんにちは。さっき家の方にみどりちゃんがいたよ。知ってるよ。来た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 。今日みどりは家の手伝いで、昼過ぎからは庭で合唱の練習するってさ。すごいな。もうすぐみどりと仲の良かった安田っちが札幌でお嫁さんになるのさ。え、先生がいなくなる前に合唱会で優勝しようって。なんだかうちのクラスだけ頑張ってんの。なるほどね。ハヤトも練習してるの？お、これはいいのさ。オンチかお前。なんで？オンチだから。どうしよう、みっちゃんに話しかけたのにオンチだからとこんにちはしかみっちゃんと話せない。せっせっせってやる？難しいんだもん。やんないやんないやんない。すごい拒否り方が可愛いね。さてと、じゃあ今日の虫キングやってみましょうか。来た来た来た。虫相撲だね。はい。みどりちゃんは来ないのかな。はっ、俺様に勝とうなんて1億2万5千年早いぜ。みどりちゃんは来ない。今日はみどりちゃんがいないから呼んでこなくちゃ。おー、はいはいはい。あ、来た来た来た。来たよ。はい。来たよ。今日の生贄はみどりちゃん。これ何が正解なのこのリアクション。みどりちゃんすらスルーしてたけど、どういうこと？奥に僕くんの顔がある。カラスアゲハの冷凍が見たいな。カラスアゲハの冷凍。1.8 匹しかないんだ。まだ2回しか飼ったことないよ、やば。まず俺が相手だぜ。蝶々出す。ダメか。蝶々出した瞬間飛んでっちゃいそうだね。さて、じゃあ49ミリから出してみましょうか。まだ1回も勝ったことありません、こやつ。1勝5敗の虫対0勝2敗の虫か。大きさは勝ってるから力はこっちのが上だ。あ、よし。あ、やっと8勝利できるかな。頑張れ。お、危ねえ。よしよしよし。あー、ダメか。でもスタミナいいの。ややこっちのがスタミナあるかな。技出されたら負けるけど。あ、うっそ。あれ、ちょっと今年苦戦しそうとかって毎年言ってるような気がするけど、一回負けちゃった虫はもうその日は出せないんだよね。2勝2敗、一応勝ち数は多い。っていうか勝ち数を全部こいつで勝ってるんだ。頑張れ。2勝2敗対2勝5敗、大きさは勝ってる。頑張れ頑張れ頑張れ。技出せ。うわ、負けちまうよ。技出していけ。カマキリが欲しいよ。カマキリ欲しいな。オッケー。よし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 。あ、新技。技のレベルが上がったぜ。新技覚えた。新技覚えたんだわ。よし。次は私だよ。出世頭になれるか。実はな、体力はな、あるんだよな。勝て勝て勝て、頑張れ。力では大体勝つな。お、いいぞ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 。いいんじゃないですか。いいんじゃないですかいいんじゃないですか。うっちゃりにだけ気をつけて。うっちゃりだけ気をつけて。怖い。うっちゃりが怖いけど。お、救いだね。よし。うん、プラス6。やっぱ3がさ、一番なんか育てがいがあるっていうか。虫キングは3が一番面白い気がするんだ、今回のこれは。なんかどしどし増えていくじゃん。まあ、どしどし負けると敵が強くなっていっちゃうんだけど、2よりも3の方が育ってる感じがして楽しいんだよね。あ、いけるいけるいける。お、なんだ。何の場だったんだ。なんかずるくない土俵際でも落ちてるじゃん。よし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 。落ちてるって。もうどんどん育ってくる。あ、5勝2敗、やっと連勝モード入ったかな。あー、よかった。やっと連勝モード入ったよ。いけ、いくべさ。ナイス、いいよ。ノコギクワガ、今回はこのノコギクワガタ2号が最初に名前をつける虫になりそうだ。頑張れ頑張れ。よしよし、うっちゃいやないからね。よしよし。あ、もうプラス1しかもらえないや、残りクワガタ相手には。
まあ敵もノコギリクワガタしか出してないっていうことはまだ手に入るのノコギリクワガタぐらいなのかな。まあ4日だからな。あでもいいスタートを切れたかもしれん。ストレート勝ちだこれ。よし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 、7勝いいんじゃないこれ。次は僕の番だべさ。今日で名前つけられるかな。もう早くも8月4日にしても名前をつけられる。いいんじゃない。一番初めに実況した僕のツツで手に入れた金鬼クワガタが強かったんだよな。序盤で手に入れて100勝くらいしたもんね。今俺の番ね。強いで勝った勝ち数によって話が進んでいくんだっていうか僕のツってだからまあ弱いで経験値積んで強いで話進んでいく。よし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 、プラス5、9勝いったよ。うん余裕、いいよ。10勝したら強い、行こう。ここで弱いランク卒業マッチ、頑張れ。いいね、ぶちかましいよ、非常にぶちかましい。そして押していく。相手はもう戦意喪失。よし、私の負け。技レベルマックス。レベルがアップしたぜ。今度はどんな技だべ。やった、この虫も10勝だべ。10勝した。名前をつけてあげるっしょ。オッケー、名前をつけましょう。命名しないとこもあるんだ。金色の黒い赤いジャガイモドサンコ、何がいいかな。まあ北海道編だしドサンコにするか。ドサンコ流氷ラーメンオーロラひまわり、なんか安易だな。北海道といえばって感じだけど、ドサンコマグナム、ドサンコジェット、ドサンコ戦士、ドサンコキング、ドサンコ仮面。あいいね、なんか泥臭い感じがする。ドサンコ仮面ドサンコ仮面でいきました。ドサンコ仮面でいきましょうか。はい、じゃあ、違う、弱いランクは終わって強い。これでどうだい。オサムシ、オサムシって回復技持ってるんだっけ。うわ、いきなりもうノコギリじゃなくなるんだ強いと。なんか不思議な踊りするんだよな。頑張れ頑張れ、力では勝ってる。おおお、ガブリより、うわー、ガブリより決まった。いいね、技レベル3だもん。うわ、負ける、負ける、負けた。つえーなー、全然余裕だと思ってたら。オサムシに一回勝ったとして、まあ交換をしちゃうっていうのはいい手ですよね。したっけ、したっけ、バイビーバイビー。みどりちゃん仕事の合間縫ってくれてありがとう。そんじゃ僕くん、また虫相撲をやりたくなったら呼んでね。はい、ありがとう、レイニーちゃんも。さて今日の虫キングは大進歩しましたね。でこっち行くとなんだっけ。あこっち行くとここに虫の木があんのか。まあないだろう。何かいるかな。いないだろう。何もいない。まあとりあえずオサムシが出てくるようになったか。何にもない。ザリガニチェック。にゃ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 、いない。でっかいザリガニ見てみたいな。にゃ、いない。ここはにゃー、いない、いないか。でこっち行ったらそれになるってことか。そっかそっかそっか。俳句のおじちゃんってどこにいるんだっけ。あ、ニューの虫、えい、よし捕まえた。おお、銀ヤンマ飼う。ささささささ。まだ新しいところには行けるようにはなってないけど、まあ今日虫キングがねかなり進歩しました。おっと、またニュー、くそ、ニュー捕まえた。何、あ、物差しトンボ。トンボってさ、いろんな色したいトンボがいるから綺麗だよね。塩辛トンボとか好きだけど。もう夕方ですか。早いね、本当に早い。あー、もう少しで花火大会だな。みんなの地域はもう花火大会やったのかな。まあ隅田川花火大会ってはもう終わっちゃってたけど。お、えい、えい、あれ、えい、どこ、このゲームあるある、虫が捕まえられない。どこなんだ、こっちか、こっちか。あ、捕まえたやっと捕まえた。あ、ニュー、ルリシジミ、綺麗。花火大会行きたいね。あ、いたいた、おじちゃん、おじちゃん。はい、おじちゃん、夕方出番ですね。こんにちは。よし、またまた一句できたべ。何？吹きの葉にわらべが一人雨宿り。どういうこと？吹きの葉にわらべが一人雨宿りってどういうこと？わらべって子供でしょ？吹きの葉っぱに子供は乗んないもんね。あ、吹きの葉っぱを子供が傘代わりに持ってるってことか。あー、なるほどね。
まあ70点くらい。なかなかいい評価だべ。いいセンスしてんな。いいセンスしてんな。よし、じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。作ってみるべ。吹きの葉に風香る、風香る。わらべが一人輝いた。おいし、輝いた。よくない？輝いた。風香る、わらべが一人輝いた。どう？どうだ？まあまあだな。全然。ダメ？風香るくんっていう。また精進して頑張るようにな。風香るくんっていう。ダメ。一句できたべ。チェ。あ、みどりちゃんが歌ってるかな今日。あ、歌ってる。みどりちゃんのところ行こうっと。お、入虫マーク。あったかな？よいしょ。よいしょ。ここが。どこ？僕夏マジで虫が捕まえられない。あ、いた。こっち飛んでる。ここ捕まえた。マジで虫捕まえられないよこれ。羽長キリギリス。ちょっとキリギリスってさ気持ち悪いよね。ごめんねキリギリス。また入虫マーク捕まえた。よしゲット。スイッチオン。ショートカット。怒られるけど。やべ見つかった。逃げろ。みどりちゃんはどっちだろう。あ、いたいた、よかったよかった。こっちか、下の階か。こんにちは。何を歌ってるの？古い歌だよ。合唱会の練習なんだ。合唱会？うん、学校でクラス対抗なの。8月31日にあるんだ。いい声だね。あ、ありがとう。出れた。8月31日にある。でも声はいいけど歌はまだちょっと下手くそだね。うわ怒った。無視。僕くん言うときは言うね。さてと今日ももうご飯だね。水もあげたしね。いろんな人に話聞いたし。こっちから行けば早かったのか。まだまだ道が曖昧。あ、捕まった。こんなところにいたんだ。ご飯だよ。はいよ。さぎりきゆるみなとえのうねにしろし朝のしも。いいね。じゃいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。夜です。まだ砂糖水ないからな。やること少ないから、まあ一通り話聞いたら寝ちゃいますかね。早めに。やっぱりもうちょっと経営規模を大きくしないと無理があるな。どういうこと？おじちゃんにね、もう少し大きくしましょうって言わなきゃなってこと。大人の牛はあれ以上大きくならないと思うよ。そういうことじゃないんだけどな。今日の晩御飯のテーマはなんちゃって親子セット。どういうこと？ザンギと卵豆腐の親子コンビにアスパラサラダと鮭のトマトコンニを添えました。じゃあ合ってたんだ。ザンギっていうのは北海道の唐揚げのことなんだ。そうなんだ。揚げる前に特製のタレにたっぷりつけてあるんだ。美味しそう。大正解でした。やったね。当たったのはいいけど、俺これ4年前にザンギは唐揚げだっていうの聞いたんだよな。スクリューパイルドドライバーの方じゃないよね。あ、おじいちゃん。多分この今のも4年前言った。おじいちゃんが生まれた頃からもうここで牛を飼っていたの？いや、昔は畑だけさ。あと季節になるとニシン漁の手伝いも行ってたさ。昔のニシン漁はすごかったんだ。魚が取れすぎて網が船に上がらなくなったり、船が沈没したりしてたんだ。あのニシンも昭和30年頃からぱったりと取れなくなっちまった。
そうなんだ。毎日のおかずもニシン、出稼ぎ先もニシン、当時はこの辺の畑の肥料までみんなニシンだったんだわそんなに取れすぎちゃったら物価が安くなりすぎたりしないのかな。おじちゃんは北海道のどこが気に入ったの？空の広さかな。うちの牛舎にツバメが住んでるけど、あの子たちは5月の連休頃にこっちへ来て、8月になると南へ帰るんだわ。で、ツバメと同じ時期にふらりとやってきて、そのまま居座ってしまったのがこのおじちゃん。この会話か。この会話が後々重要になるんだよね。そうだそうだ、これは覚えてる。お父さん、僕はツバメですか？なかなかないち、飛んで行ってくれないけどな。てへてへって。ああ、今の会話は結構僕夏の中でも上位に食い込むほど重要なセリフじゃないかな。お風呂入ってお姉さんに会いに行こうっと。ガラガラガラ。はいっと。いやー気持ちよさそうだな。ここでは僕くん揺れる。あ、ここでは操作できないか。いやー最近暑いな本当に。よいしょ。今年は本当に暑いですね。熱中症で倒れる人が続出している。みんなも本当に気をつけてください。これ見てる人、これは暑い時間にね、12時に投稿しちゃってるんで、今これをすぐ投稿して見てる人はかなり暑いかなと思うんだけど、涼しいところ行ったりしてね、倒れないようにしてください。こっちだっけ？あった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 。あ、時間見てなかった。え、9時半。危ないね。9時半だよ。大丈夫かな？夜ってどこにいるんだろう？あ、そこにいるんだ。げ、何しに来た？来ちゃいけないの？うん。そんな。男の子が夜、女性のところへ来るんだから、なんかきちんとした理由がないとな。そうなんだ。じゃ、どんな理由がいい？結婚してほしい。子分にしくり召使いになるよ。結婚してほしい。姉ちゃんに都合がいいことばっかしじゃん。ダメ。あれ、意外に手強いな。僕夏の出てくるお姉さんって結構意地悪で余裕がある感じがいいよね。あ、何かを成し遂げてご褒美が欲しくなったらまたここにおいで。うん、分かったよ。これは結構汎用系のセリフなんだよな。何にも話すことがないとお姉さんこれしか言わなくなるんだよね、確か。これは覚えてる。あ、そういえばお姉さんの部屋まだ調べてないな。お姉さんの部屋まだ調べてないなっていうのは、はい、あの、タイはないです。後で調べに来ようっと。今日はちょっと時間がなくなりそうだから。あ、もしかしてベルトコンベアでショートカットの方が早かったかな、家帰るの。こっちから入っちゃおう。で、こう行って、こう行って、何時？ 10 時半ぐらい。おー、危ない！間に合うか？はい。35分？これ35分かな？これで1画面、2画面、3画面。これで10時45分ぐらい。おー、10時50分！危な！間に合った、ギリギリ。こういう時間の使い方したいですね。今日はぴったりだった。じゃあ昆虫採集セットで今まで捕まえた虫を全部登録しちゃいます。登録しちゃえば、あとはもう逃がそうが交換出そうが自由なので。みどりちゃんって勉強好きなの？そんなことないよ、宿題やってんだから当たり前の勉強だけさ。なるほど。宿題って毎晩やってるの？うん、もうちょこっとで終わるよ。早いね。夏休みの宿題を8月4日に終わらせる。もうちょこってだからまあ5日目かくらい。すげえ。多分自分も含めこれ見てる人はほぼやってなかっただろうなこんな8月の序盤にはみんなそうだろう。正直に言いなさい。先生怒られない、怒られないから。絵日記を書いて寝ます。みどりちゃんが歌の練習をしてたんだ。
僕も一緒に歌いたいけど音痴がバレたら恥ずかしい。あ、僕くんも音痴だったんだ。ちょっと寂しいな。なんか野原に木が2本に緑ちゃん真ん中、見開きの真ん中に緑ちゃん描いちゃうっていうね。では今日はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。また明日。